利工は、中国江西地湾族自治区の東北部を流れる川。あるいは江、利水、水。玉江水系の西への左岸支流である。京林市資源圏の猫寺山を源とし、南へ流れ、京林市や洋作県などの町を過ぎ、平楽県の山口口で、霊浦川及び京城川を合流した後に、桂郷と名が変わる。引き続き南に流れて、 青切り州で西へと合流する。西江は、カツラの合流前は、人口という名であるが、カツラが合流したところで名称がようやく西へに変わる。コ口の全長は4 2 6キロメートルである。水質は、澄んでおり、両岸の景色は、風光明媚、特に競林から四十日に至るまでの景観は名高く、国家重点風景名称区に指定されている。 2000年10月16日より発行されている第五半人未運兵の二重原冊の図柄にも、慶林の理工が描かれている。理工と将校には旗によって切り開かれた、運が、霊居がある。理工山水理工の慶林付近の山、水、洞は、山絶と呼ばれている。中国の地形学では、岩、妖暴林と呼ばれる、石灰岩層が溶かされて形成された登場の峰が、 多数見られ、特に経林から四つ日にかけては、ミネバヤシが地表を覆っている。利口流域の岩、要望林は主にカルスト地形によるもので、カルスト地形の中でも非常に発達が十分なものである。雨水などの水と空気中の二酸化炭素が反応して炭酸を生じ、石灰岩や白雲岩が酸性水により養殖されてゆく。さらに、温暖なこの地方では、 土壌中の生物の呼吸からも二酸化炭素は盛んに発生するほか雨も多いため養殖の勢いは激しい。こうして見れば野子、古法、小乳道といった独特の地形が形成されていった。京林から四つ一日にかけての石灰岩の形成は今から3.2億年前から4億年前で年代は古く地質は硬く3000メートル以上にわたって堆積している。また、 競林地区の石灰岩は、隙間の割合が1%にも満たず、世界でも質量が非常に重い石灰岩である。離港流域は熱帯中部に位置し、亜熱帯気候に属する。高温タウで、雨季と高温期が一致している。上流一帯では、水源林の劣化が進み、竹林が増え保水能力が低下している。このため1990年代後半以降は、利口の水不足が進み、 船が航行できない暖流状態が毎年1ヶ月から3ヶ月は続いている。また、競輪の観光開発に伴う河川のゴミや汚染も深刻である。競輪氏は、リコの本流と支流に、洪水防止を主な目的として、水深の回復や水力発電も備えたダムを3つ作る計画を立てている。本来の表記は、こうであり、リコは、艦隊アザ表記。 コ工水源林樹種偏見過激水危機器法制、もう2011.11。サンダムはコ工を救えるかインバイラな。ありがとうございます。